今日はちょっとゆっくり歩いていこうかな。梅の店です。So how is the university lately? It's okay. Everything's online. 英会話の先生、学生とかもね、もう全部。というわけで今日は岡山駅前に来ました。東口に来たんですけども、夜の街ということで、岡山の玄関口、もうこの噴水もね、そう今年中にはなくなるということで、で桃太郎像もね、なんかなくなるとかいう話を聞きました。来ました。これはノン規模24時間営業の居酒屋さんでございます。でチケットセンター、和州山ハイランドのフリーパス券がね980円ということで、本当はめちゃめちゃ高いんですけど、ここだったら安く買える。
駅前商店街周辺をね歩いていこうかなと思います。まだちょっとどんな旅になるかわからないですけども、まあ、比較的そんなに騒がしくないエリアですね。今日はちょっとゆっくり歩いていこうかなと思います。この辺雰囲気がね違うんですよね。もう路地裏的な。でここからです。最近どうですか、お店は。今ですよ。やっぱ今週に入って。そう、急激に落ちた、また。あ、ほんまですか。なんか一応ね、毎日一定のなんか安定した金額だったんだけど、あの4月に入って加工してます。ああ、やっぱりちょっと。はい、というわけで、まあ、先週より人が少ないというわけで、ちょっと路地裏酒場顔出していこうかなと思います。オーストラリアのバー的なバーですね、行こうかなと思います。そこでまあちょっと軽くいろいろ話できたらなっていう。これハンバーガーがね有名なお店です。So how is the university lately? It's okay. Everything's online. Online. Yeah, I haven't been back to the U.S. in 2.5 years. See you soon. See you around. Bye. Bye. Thank you. え、彼らの先生、学生とかもね、もう全大体オンラインということで、オンラインって言ってましたね。オンライン授業だからもう一杯飲んで1、2杯飲んで帰るぐらいな感じで、で、まあ岡山にいる外国の人とかもう永住してる方というか、まあ結婚されてる方がねほとんどということで、新規はなかなかというか来ないみたいですね。ここ最近になってこの1週間一番少ないみたいですね。という感じで今年は少ないですね。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。
パパンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。